次選挙に向けて高江をぜひ公約に入れてほしい、そのように活動されている方、沖縄で頑張ってらっしゃいます。ヘリパッドいらない住民の会の皆さん、こうして紙を用紙を起こしてくださいました。オラガさんに拍手を送りましょう。高江を公約に入れてください。高江のヘリパッド建設を中止してください。県民の大切な水がめを守ってください。ここに記入例があります。このコピー何枚か用意してありますんで、後で皆さんにお配りしたいと思います。遠藤ちゃんとシスターズ、なんかいきなり高江とか言われて、なんだっけそれって思う方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、結構今辺野古のことが問題になってて、この間私もデモとか抗議とかデモとか参加してきたんですけれども、高江っていうところもあってですね、今あんまりちょっと辺野古の方にばっかりスポット当たっちゃってて、もちろんそちらも止めなくちゃいけないんですけれども、高井の方々も何年も前から座り込みとかされててですね、抵抗を8年前続けていらっしゃいます。で、その沖縄の、知事選で、いろんな候補の方がいらっしゃるんですけれども、高井のことをですね、に触れてる人がいないんだよね。そうで現状いなくてですね、で、この経産省前に集まってる方々、いろんな命の問題ですとかね、そういうことに声を上げてらっしゃる方なんで、ぜひ高井のこと、以前スピーチ他の方も来られたことがあるんですね、ここにも。で、ですので今またちょっとこういう沖縄知事選という大事なところに来て、ぜひ高江のことも思い出してですね、そちらのことも止めるように皆さんのご協力をお願いしたいということで呼びかけさせていただいてます。はい、これは何も沖縄ハイベック来てはがったんや、はい、すごいね。県外の人も声を届けることできますんで、皆さん、ぜひ協力しましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。まあそれでは若さが取り